横浜馬車道のクロコダイル専門ブランド馬車道今井です。今回紹介するのは新しくイタリアより入荷してきましたオーストリッチレッグのベルトになります。革1000年の歴史と伝統を誇るイタリアトスカーナの工房で染色から一貫して仕立て上げられましたそれぞれ一点物になります。このオーストリッチのレッグという革はですね、この、足のこの負の部分がそれぞれ個体によって出方が違います。これも本当にこの魅力の一つになります。これはこんな感じ、大きくすごくはっきりと出てるものもあれば細くなってるものもあります。それとですね、このバックルのこのかっこよさ、これもイタリアならではだと思います。日本製はどうしても一辺倒になりがちなので、それと違ってやっぱりイタリアのこの面白さがこのベルトには本当に出てると思います。めちゃくちゃオーラがあってかっこいいです。これは色番ロッソ赤になります。で今このジーンズにこうつけてるんですけれども、ジーンズにこうやってつけると本当にすごく映えます。かっこいいです。はい、これは、色番ペトローリオ、青になります。ここの色、これも手染めでこんな風に色の濃淡をつけております。これはすごく綺麗な色になります。このブルーもすごく素敵、青もすごく素敵です。こういう感じです。はい、これは色番ジャッロ、黄色っていうことになります。ここの茶色い色のこの付け方がなんとも面白いというか魅力的というか、イタリアならではのなんか色気のような気がします。ちょっとカジュアルな感じにつけるとちょっと個性的になると思います。はい。これは、色番ティモロ、焦げ茶色になります。この布の出方もちょっと面白いです。この茶色は一番多分どんなお洋服、どんな色にも合わせやすい色かと思います。全体はこんな感じです。はい、これは色番ネッロ、黒になります。この布の部分はすごく真っ黒なんですけれども、それ以外のところはちょっとグレーっぽい色になっております。でこれもここにも布が出てるのでちょっと面白い表情になっております。全体はこんな感じです。